まあ、僕がスノーボード始めた頃はやっぱりこうゲレンデとかそういう場所でやってたので、プロになったのは9年前ぐらいです。あまりこの福島の雪をみんな知らないし、僕も知らなかったし、で来てびっくりしたようなこの雪があるっていうことを、本当に軽いパウダー、それはこうジャパウって呼ばれてる。ジャパウはジャパニーズパウダーがジャパウ、それだけすごいパウダー、日本の雪のいいところですね。綺麗な光が入ったツリーライディング、何も考えないで滑り出したら、あとはもう自分の感覚に全てを任せる。特にあれをしよう、これをしよう、全く考えないで、自分の板が行きたい方向に導いてあげるっていうか。その滑ってるフィーリングでやりたいことをやるっていうのが一番楽しいと思うかな。そのスノボの楽しさをみんなに伝えたいなって思ってますね。スキーリゾートだけじゃなくて、周りの食べ物だったり人、文化とか、そういう観光をして、その地域全体を楽しむっていうのが、僕は好きなスノーボードです。